皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。シグマさんのこの 20mm の F1.4DGDN アートとこの 24mm の DGDN アートには MF ロックっていう機能がついてるんですね。これはマニュアルフォーカスロックの意味なんですけど、要はこうピントを合わせますと、ピントを合わせます。でピントを合わせてこの MF ロックをオンにする、ロックをかけるとピントがもうずれませんっていうことですね。星空の撮影ってマニュアルでピントを合わせるので不用意にピントがずれるってことを防ぎますという機能なんですけど、撮影に行った時に、まあ、こういう撮影があったんですよ。ピント合わせて撮影をしましたと。撮れ高を上げたかったのでそのままカメラの電源をオンして、三脚にカメラがついたまま、車にボーンと入れて、で次の撮影地に行って、また次の撮影地で電源をオンして、で、そこで写真撮ったらまた車の中にカメラを放り込んで、また次の場所に撮影してみたいな感じでこう撮れ高を上げてって、一つの撮影地の滞在時間が30分ぐらいでね、コンポ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 ンと行って撮影していったんですよ。でその時に一回ピント合わせて MF ロックをオンにしたら、基本的には電源オフにしてもねピントずれなかったんですよ。だからピント合わせをしたのは最初だけで、その後ずーっとピント合わせをせずに、電源オフしては電源入れて写真撮る、電源オフしては電源入れて写真撮るみたいなのを繰り返していったんですね。このことをシグマさんにお話しすると、私使っているのはパナソニックのルミックス S5 なんですけど、パナソニックのルミックスの性質上、電源オフにするとピントがずれるはずですというふうに言われたんですね。で実際それ視聴者さんからも言われてて、成沢さんそう言ってましたけど、ピントずれるって言われたんで、それって嘘じゃないですかって言われたんですよ。シグマさんの見解は基本的な考え方としては合ってるんですけど、もちろんメーカーさんなのでね、基本的にはその合ってるんですよ。ただ星空の撮影ではそれ当てはまらないんですよね。なので今日はそれをご紹介したいと思います。行ってみましょう。まあ、最初に言っておきますけど、シグマさんが間違ってるよっていう話ではないです。あ、こういう場合もあるんだねっていうことを、まあ、ご理解いただきたいなと思うんですけど、今これ、パナソニックの DC-S5 に 20mm の F1.4 のレンズがついてて、これ HDMI ケーブルでこの液晶画面を録画してますから。例えばですよ。今ここにマイクあるんですけどね。マイクに対して、ピント合わせをしますと。はい、マイクに対してピント合わせしましたね。はい、ピントバッチリ合ってます。マイクにはピント合わせをしました。で、これで、電源を切る。そして、電源をオンすると、あら、ピントずれてますね。これが、シグマさんや視聴者さんが言ってたことです。基本的に、パナソニックのルミックスの DC-S5 の仕組みとして、ピントを一度合わせて、そして電源をオフするとピントがずれる。同じくですね、その 20mm の F1.4 や 24mm の F1.4 の、ソニー用の、レンズを使うと、ソニーのカメラではこれは起こりません。で、今ですね、こう奥に部屋、私の部屋の奥に、星に見立てたライトを置いてます。はい。ほぼ無限遠と同じ位置になるようなところに、ライトを置いてます。バッチリピント合わせるからね。検証だから。はい。はい、分離します。で、これでピント合わせました。で、MF ロックをします。MF ロックします。はい、MF ロックをしました。で、これで電源を振ります。はい、で、電源を入れます。はい、そうすると、ピントずれてないですね。あったままですね。はい、ということなんですよ。だから星空のピント合わせ、無限遠で撮影するときに限りピントがずれないっていうことですね。多分ね、その無限遠に対してピントがずれてくるんですよ。基本的にそのシグマさんの見解の通り、 S5 は電源を切るとフォーカスがずれますというのは正しい見解なんですけど、それが無限遠の方にずれていくために
結果的に最初から無限遠星空に対してピントを合わせてる星の写真の場合には影響がないってことです。面白いね。うん。ちなみにこれソニーのカメラだと近くのものにピント合わせても遠くのものにピント合わせてもピントずれません。パナソニック S5、パナソニックのカメラの仕組み上こうなるみたいです。はい。はい、というわけでですね、今日の動画はこれだけです。これだけです。パナソニックの S5 使おうが、ソニーのカメラ使おうが、シグマの FP はちょっと、私動作確認撮ってないですけど、その2機種に関しては、シグマの20の F1.4、24mm の F1.4DGDNR と、このレンズに搭載されている MF ロック、マニュアルフォーカスロックの機能に関しては、星空にピントを合わせる分には、ピントがずれないので、最初に合わせたら、基本的にはそのまんまでいいですよっていうことが、まあ、正解になりますかね。ただ、一個だけ注意してほしいのが、このピント位置ってのは、湿度だよな。湿度とか温度で変わります。例えば、太めのレンズヒーターを巻いたりとか、もしくは、湿度が急激に上がってきたとかね。そういう場合になると、このレンズの中のレンズが動いて、フォーカスがずれるっていうことが発生します。なんか、温度が、気温が変わったなとか、湿度が変わったなとか感じたときは、フォーカスを合わせ直すっていうことを必ずやってほしいですし、マニュアルフォーカスロックがあると言っても、それにおごらずというか、頼らずというか、完全に信用せずに、撮った写真を拡大してピント合わせをするっていうことは、必ずやった方がいいです。それは、やんないのはただの横着なんで。うん。それは必ずやった方がいいですよっていうのはお伝えします。その上で、マニュアルフォーカスロックを、利用すれば、とっても素晴らしい写真が撮れるはずですね。はい。というわけで、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけ。